市川團十郎白猿さんの心豊かな部屋。猿之助さん復帰は絶望的でもファンクラブに新社長就任。猿之助さんのお母さんは猿之助さんの会員制ファンクラブを運営する個人会社の代表取締役でした。その母親が亡くなったので会社は閉鎖されると思っていたのですが、6月23日付で会社の代表に S さんという女性が新たに就任していたんです。この S さんは一体何者なのか。大学病院の名誉教授の娘で高級住宅地に住んでいる物腰が柔らかいシニア女性です。地元での人望もあり町内会の会長も務めています。過去に澤瀉屋の番頭をしていて猿之助さんとは30年以上の付き合いがあります。番頭とはマネージャーに近い立場だという。役者の公演に付き添い身の回りの世話をしたり、担当する役者が出演する舞台チケットの販売も任されるなど、役者本人から信頼されないと務まらない仕事です。猿之助と書かれた箱が運び出されました。7月下旬の平日昼間、東京銀座にある猿之助の個人会社に出社する S さんを目撃、集合ポストの郵便物を確認しオフィスに入っていきました。しばらくすると男性2人がオフィスから段ボール箱を台車に乗せて出てきました。箱にはペンで猿之助と大きく書かれている。そして炎天下をほど近い歌舞伎座方面に向けて運んでいきました。 S さんを含めた猿之助さんの復帰を信じる人たちが個人会社の存続を希望したのかもしれません。まだ彼を見捨てられない人はいるんですよ。外出した S さん本人に個人会社の代表就任の経緯や猿之助さんとの関係について質問すると、他にやる人がいなかったので代表を引き受けただけで特にお話しすることはありませんと小さく頭を下げながら言葉少なに去っていきました。これから裁判が始まる猿之助さん、証言台での大立ち回りに注目が集まります。ご視聴いただきありがとうございます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。